どうもアガポニです。今回は2022年4月19日にアップデートされたバージョン 1.04 の内容についてです。多数の変更調整が入っておりまして、結構変わっている感じになってます。以前からあったバグの修正なんかもされているんですが、今回のアップデート内容によって新しいバグも出てしまっているようなので、その点も踏まえてね、要点を紹介していこうと思います。それでは早速いきましょう。はい、というわけで追加要素から見ていこうと思います。今回は2つありまして、まず1つがカメラの自動回転機能のオンオフを切り替えることができるオプションの追加ということで、これ何かというと、このシステムからいけるカメラオプション項目の追加になっていまして、このカメラの自動回転というものですね。これ今まではですね、左右に横移動するとこんな感じでね、自動的にカメラが回ってしまって円を描くような動き、視点になってしまっていたんですよね。で、今回追加されたこの項目をオフにすることで、左右に移動してもね、こんな感じでカメラが自動回転しなくなるので、視点が暴れにくくなるといった感じのものになってます。とはいえね、まあ、どっちが便利かは人によって違ってくると思うので、今までのカメラ視点の仕様がやりづらいと感じていた方は、まあ、変更してみるといいかと思いますね。それと2つ目が NPC パッチのイベントにいくつかのフェーズを追加というものになっていまして、これはまあシンプルに NPC パッチに関する何らかのエピソードが追加されたということかと思いますね。まあ、もしかすると新しいアイテムなんかがもらえたりするかもしれないので、改めて確認してみると楽しめるのかなといったところでしょうかね。で、次はバランス調整ですね。これはいろいろありますが、まず特大剣と特大武器に関しては、ジャンプ攻撃以外の攻撃モーションの速度の向上、硬直時間の短縮、両手持ちした時の威力上昇、ガードをした時の物理カット率とガード強度上昇といった感じになっていまして、まあ、全体的に底上げされている情報修正の調整といった感じになってます。さらに剣継ぎの体験、世界くらいの横着、この2本に関しては攻撃力の情報修正が入ったということですね。まあ、世界くらいの横着に関しては分かりますが、剣継ぎの体験も強化されたってのは少し意外でしたね。この剣の戦技は一時的に全ての能力値を高めるといったもので、まあ、具体的に言うと8個ある基礎能力が全部5上がるというものなんですよね。なのでレベルで言うと40相当上がるのと同じ効果を得られるわけで、戦技含めるとね、そんなに弱かったイメージはなかったんですが、今回情報修正となってますね。まあこの2本はね、共に伝説の武器にあたるものなので、そういった側面の影響もあったのかなといったところでしょうか。で、続きまして、白金の杖、硫酸の印で魔術や祈祷しをした際の状態上の蓄積量の上昇値を下方修正ということで、これはまああまり分からなかったですが、効果としては高かったので下方修正の調整となっているみたいですね。で、大盾のタリスマン、これはですね、ガード強度を上昇させるといったタリスマンなんですが、ガード強度が高い武器において大盾のタリスマンの効果を下方修正といったことなので、まあこれは弱体化の調整になってますね。それと発狂の調整ですね。発狂は発動すると HP と FP 両方にダメージを与えるという状態異常なんですが、これが発動した時のダメージモーションの短縮と蓄積の減少速度の低下といった調整が入ってます。これテキストだとなんか分かりにくい感じですが、発動してしまった時のモーションは短くなっているっていうことなので、まあ、受けた場合においてはそんなに硬直せずに動けるようになったといった感じですね。ただその分蓄積の減少速度が低下ということなので、要は治りにくくなっているということだと思います。他は低レベル時において FP とスタミナの上昇率をわずかに上方修正といった調整もありますね。これは単純に FP とスタミナの若干底上げということですね。なのですでに高レベルになっている場合はほぼ影響はないと思いますが、最新のステータスに反映させるには一度だけ対応が必要とのことで、その方法としてレベルアップかゴドリックのダイルを発動させるか、ステータスが上昇する装備を付け直すといった操作が必要みたいですね。続いて魔術祈祷ですが、かなりの数情報修正が入ってます。全体的にね、効果や威力が微妙だったものに調整が入っている印象ですね。どれくらい上がっているかまでは検証できていないんですが、もしかするとね、今まで使えなかったものが使えるようになっているかもしれないので、気になるものがあればね、改めて使ってみるってのがいいかと思います。いくつか気になる点を挙げるとすれば、エルデの流星ですね。これは詠唱長い、発動遅い、小玉の威力が弱いということで、攻略においては決定打に欠けるものでしたが、
今回ね、栄翔および発動モーションの速度を向上し硬直を短縮ということなので、少し期待できるようになったのかなといった感じですね。あとは悪人の日もね、弾道遅い、威力弱いで残念な感じだったんですが、今回 FP 消費量を軽減し威力を上方修正となってますね。それとプラキドサクスの滅び、これもね、当たれば強いんですが、 FP 使用量が大きかったり硬直時間が長かったりとマイナス面のが目立っていた機動なんですが、今回 FP とスタミナの消費量を軽減し硬直を短縮ということなので、以前よりは使いやすくなったといったところですね。グレイオールの方向も同じような改善で上方修正されていますね。で、逆に下方修正されているものとしては、ハエタカリ、クルイビ、空裂強化の3種類になってます。ハエタカリなんかに関しては意外に強力だったので仕方ないところかなとは思いますが、3つともね、蓄積量の低下であって威力自体はね、落ちてはいないので、どれくらい弱体化されているかにもよりますが、攻略においてはまだ普通に使えるんじゃないかと思いますね。さらに戦技です。戦技においてもね、かなりの数が情報修正されていますが、もともと強かった死の刃なんかも情報修正の調整が入っているので、攻略においてはより利便性が上がってきているのかなといった感じになってますね。で、不具合ですね。これもいろいろとありましたが、今回これだけのものが修正されています。不具合はね、自分が出会っていないもの、経験していないものであれば気にならないものなんですが、何かこう目的意識を持って進めようとしていて、それが不具合で達成できなかったものっていうのは途方に暮れますからね。個人的にね、やっと治ったかと思ったのは、この特定の状況下において歩く0秒で追憶の複製ができなくなる不具合の修正ですね。これね、ハマってしまった方はわかるかと思いますが、せっかく0秒に入ったのに複製ができないままだったんですよね。なので追憶から手に入れ予定だったアイテムを集めるにはもう2周目に行くしか手段がなかったわけですよ。とはいえ追憶によってはもう一度取るのに時間がかかるものもあったりするので、いや、これは治ってよかったですね。と一通り見てきましたが、今回のアップデートによってね、新たに出てしまった不具合というものがありまして、それが青色のヒダですね。これは公式でもすでに発表されていますが、最新アップデートにおいて設定に誤りがあり、青色のヒダの効果時間が下方修正されておりますと。現在修正作業を進めており、近日中に修正パッチを配信予定です。日時が確定次第改めてご案内いたしますといった感じで告知されています。青色のヒダを使ったことがない方に簡単に説明しておくと、これは FP 消費量がゼロになるという冷薬になっていまして、この効果時間は15秒というのが通常の効果になっています。なので戦技はもちろんですが、魔術なんかでね、ボタンを押している間ずっと発動できる系の魔法は、その15秒間プラス残り FP があるだけの時間出し続けられるというものになってます。で、これをですね、確認してみたところ、冷薬を飲んでからおよそ6秒後くらいに FP が減り始めたので、効果時間としては本来の15秒の半分以下になってしまっている感じになってますね。なのでこれを使っている方はね、この点は把握しておいた方がいいかと思います。はい、こんなところですね。この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。